それでは始めていきたいと思います。アークレボリューションカップ最終予選、ギルティギア、イグネクス、アクセントがプラスリローデの部門スタートしていきたいと思います。どうぞまた押してください。はい、というわけで、まあ予選の間はまったりと見ていきたいと思います。ブロック準決勝、ブロック準決勝より一大進行、ブロック準決勝より一大進行で行います。はい、また勝者プレイヤー、勝者プレイヤーは僕もなるべく見るんですが、勝ったプレイヤーはこちら運営のパチさんの方に報告をお願いします。勝者プレイヤー運営のパチさんの方に報告をお願いします。呼び出しやっときましょうか。敗北を知りたいさんと、敗北を知りたいさんと、マタコフロム北京さん、はーい、敗北を知りたいさんと、マタコフロム北京さんいますか。あ、シャジフロム北京さん、はい、ありがとうございました。シャジフロム北京さん、シャジさんと、敗北を知りたいさん、はーい、いますか。はいはい、アピールお願いします。シャジさん、シャジフロム北京さん、アピール、プリーズアピール、プリーズレディハンド、プリーズレイズハン、シャジフロム北京、プリーズレイズハン、レイズハン、プリーズレイズハン、シャジフロム北京、プリーズレイズハン。はいはいはい、じゃあじゃんけんしてワンミツビー決めてください。次 A 台でやるので A 台引いてお待ちください。 エンドチップ勝ち。カズキさんのアークレボリューションはここで終わってしまった。はい、じゃあ 1P2P 決めたと思いますね。 A 台で試合お願いします。 A 台で試合お願いします。そして次の呼び出し、それ A、 はい、次の呼び出し、連戦ですが、エンドチップ対わらわらドクペ。はい、わらわらドクペさん、はい、ドクペさん、エンドさん、はい、次 B 台でやります。 B 台でやりますんで 1P2P を決めてお待ちください。はい、次の呼び出し、アインさんとエルブンシャドウさん、はい、アインさんとエルブンシャドウさん、 OK ですね。はい、どうぞ、アインさんとエルブンシャドウさん、アインさん、アイン、いる？はい、 1P2P を決めてください。さて、 B 台 1P 側、すいません、勝ったプレイヤー報告お願いします。ギネさんが7勝利。はい、次 C 台でやりますので、アイバーサスエルブンシャドウ C でやります。はい、 C 台はテンさんが勝ちかな。勝ったプレイヤーはアピールもしくは報告をパチさんにお願いします。はい、じゃあ、アインさんとエルブンシャドウさん C 台、アインさんのエルブンシャドウさん C 台でお願いします。そして、ここですね、ここクマさんと K2S さん、クマさんと K2S さん、はーい、クマさんと K2S さんいますか。アピールしてください。いたらアピールしてください。クマさんと K2S さん、はい、クマさんと K2S さん、お名前はクマ K2S さん、 K2S さんいた。はいはいはい、すいません、前の方にいてください。プレイヤー取ります、すいません、はいはいはい、じゃあ 1P2P を決めて、一番向こうのデータでやりますのでお願いいたします。ねえ、 1P がこっちです。ちなみに 1P が僕のいる側、 2P があちら側、 1P がこちら、トーナメント中央側、 2P があちら側となります。はい、どんどん呼び出しありますよ。呼ばれたプレイヤーの方はアピールお願いします。荻原さんと亀さん、はい、荻原さんと亀さん、はーい、はーい、小木わら、はい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 、はい、すいません、次試合やりたいんで、ちょっとカードデータ使えないと思うんですが、こちら来てください。はい、なるべくちょっと時間ないようにしていただきますと、はかどります。では、荻原さん、亀さん、 1P2P を決めてください。 1P2P 決めたら A 台でやるんで、これA 台でやるんでお待ちください。はい、 1P こちら側です。 1P こちら側です。 B 台はチップが勝利、 B 台チップが勝利、エンドチップが勝利。それでは B 台、次の試合ですが、 MK さんとヘメンさん、
MK さんとヘベンさん、MK さんとヘベンさんいますか。はい、はい、アピールアピール、呼ばれたらまずアピールしてください。 MK さんいます、ヘベンさん B 台でやります、 B 台でやります。 1P2P 決めて試合をお願いいたします。さて A 台は敗北を知りたいジョニー、おっとこのままいけるのか。はい、じゃあ A 台で佐久間の弟子さんとハメンチュさん、佐久間の弟子さんとハメンチュさん、はい、アピールお願いします。はい、 A 台でありますので A 台までお越しください。でもって次の呼び出しですが、さて C 台決まりました。勝ったのはアインカイでは、C 兄弟次の試合ですが、これはここからいこうか。テンさんとユータさん、はい、テンさんとユータさん、はーい、はい、 1P2P 決めてください、 1P2P 決めてください。 C 台、 C 台であります。そして D 台はクマテスタメントですね。 C 台で打診合いお願いします。 D 台続きまして、ミツルギさんと記念さん、はい、ミツルギさん、カタカナのミツルギさんと記念さん、記念さん、あ、いましたね、後ろ後ろ、記念さん、記念さん、違います、ディズニー使いの記念さん、ディズニー使いの記念さんいますか。はい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 、アピールしてね、はい、ワンピーツーピー決めてください。はい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 、ミツルギさん、アクセス使いのミツルギさんと記念さん、ワンピーツーピー決めていただいて、デーダイで、デーダイで、デーダイでお願いします。いつもと名前が違うプレイヤーの方もいらっしゃいますね。お前だったのか、俺だよ、お前だったのかみたいになりますけど、荻原さんと亀さん、荻原さんと亀さん、勝ったプレイヤーの方はパチさんに申告お願いします。まだやってない、はい、すいません、ありがとうございました。先にこっちやっちゃった系ですね、ありがとうございます。次の呼び出しで調整します。次の呼び出し、記念参加さん、アマ使いの記念参加さんと、チビタさん、チビタさん、はい、次 B 台で試合やりますので、こっち来てください、こっち来てください。次 B 台でやりますんで、これオークトレイザー一撃とは。というわけで A 台勝ったのはハメンチュさんですね。じゃあ A 台、荻原さんと亀さん、荻原さんと亀さん、改めて試合お願いします。荻原さんと亀さん、荻原さんと亀さん、 A 台で改めて試合お願いします。 C 台次の試合ですが、 JT さんとレンさん、 JT さんとレンさん、はい、いますか。レンさん、チップ使いのレンさん、チップ使いのレンさん、いませんか。チップ使いのレンさん、チップ使いのレンさん、バンク使いのレンさん、アクセルとかも使ってたレンさん、試合です、試合です。はい、まあ、ちなみに南とかいう人なんですけどね、ネタバレしますけど、 C 台勝ったのはジャム、そして D 台はアクセル、ユータさんと、ミツルギさんですね、ユータさんとミツルギさんですね。レンさん来ました、レンさん、レンさん、あ、はい、じゃあちょっとだけ待ちますね。じゃあ D 台で HH さんとジマさん、 HH 対ジマの試合やります。はい、D 台でやって、すいません、ちょっとだけ、はい、すいません、プレイヤー取りますんで、すいません、はい、D 台でやります。はい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 、ちょっと取ってあげてください、すいません、プレイヤー取りますね。じゃあアピールしている HH さんもいますので、ダンケンして 1P2P を決めて D 台で試合をお願いいたします。
私あります。記念参加さんのアバーとちびたさんのあれやってるこれ2台でやってて、ここですね、今やってる今で、ニコさんとさなぎさん、はい、ニコさんとさなぎさん、はい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 、ちょっとだけ前に出てもらえますか。レンさん来ました、レンさん来ました。なお試合なんですけど、セイントがお待ちですよ。あ、じゃんけんしてワンピースで決めてください。はい、なお試合なんですが、レンさん、すいません、 JT さんちょっと待ってていただけますか。じゃあ先にこれやりますわ。アインさんとコマさん、はーい、はいはい、アピールお願いします。あ、すいません、そこじゃないです、そこじゃないです、 C 台じゃないです、そこじゃないです、そこじゃないです、相手からやるんでそこじゃないです。まあいいや、じゃあスタートボタン押しちゃったんで始めてください。スタートボタン押しちゃったんで始めてください。すいません。さて A 台決まりました。 A 台、はい、アインさんとコマさん、じゃんけんしていただけましたでしょうか。すいません、あの C と D 空き次第どっちかでやるんで、あっちでやるんで、 C と D 空き次第どっちかでやるんで、あっちでお待ちください。はい、 B 対勝ったジャム、ちびたさんが勝ちですね。はい、ちびた、はい、じゃあどうしよう。はい、じゃあすいません、アインさんとコマさん、ごめんなさい、 A でやります。ちょっといろいろあったんですけど、 A でやります。アインさんとコマさん、すいませんが A でやります。で、相手の B 台で、ここを先やりましょうか。敗北を知りたいさんと95番さん、はい、敗北を知りたいさんと95番さん、はーい、はーいはい、レンさんそこで待ってて、レンさんそこで待ってて、敗北を知りたいさんと95番さん、はい、いらっしゃいませ。 1B、2B 決めてください。はーいはい、アピール、はーい、はい、ワンピース2ピを決めて B 台でやります。はい、JD さんとレンさん、空き次第 C か D でやるんで、空き次第 C か D でやりますんで、さて D 台は、デモブラ勢自慢、デモブラ勢だと、デモブラ勢ジマさんが勝利、 C 台ジマさんが勝利。それでは、D 台で、JT さんとレンさん、 JT さんとレンさん、 D 台で試合をお願いします。いや、おお、そうなった、ごめん。じゃあ JT さんとレンさん、この B 台でやってください。 JT さんとレンさん、 B 台でやってください。なんとかします。はい、次の呼び出しやります。中村さんと森安さん、中村さんと森安さん、はーい、はいはい、ワンピース B 決めてください。じゃあこれ C でやります。もう順番にそのままいきましょう。 C でやります。それでなんとかします。さなぎさんのソルが勝ちですね。ありがとうございます。データはアインさんのパターンですね。どんどんいきますよ。もうどんどんいくか。遠藤さんと荻原さん、遠藤さんと荻原さんいますか。はーい、遠藤チップ荻原スレイヤー、ワンピース目決めといてください。遠藤さんと荻原さん、あれ遠藤さん、はい、でもって次の試合、床井戸さんと薬神さん、はい、いますか。次、あっちの方の台があったら、あっちの方の台でやりますので、よろしくお願いします。台がいたらそこでやるって言いますんで、ワンピースに分かれてお待ちください。遠藤さんいませんか。遠藤さん
玄道さん、玄道さんいませんか。はいはいはい、こっち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 。玄道さんと荻原さん、安心だ、勝ったな駒クリフ。じゃあ A 代で遠藤さんと荻原さん、遠藤さんと荻原さんの試合を A 代でやります。もう一個呼び出しますよ、もう一個呼び出します。熊さんと拓也さん、はい、いますか。熊さんと拓也さん、拓也さんありがとうございます。熊さん、はい、遠い目にいるんでワンピースで決めてお待ちください。台がいたら2番目にあるんでちょっとこの辺で待ってください。この辺でちょっと待っててください。この辺でちょっと待っててください。さて、ちなみに A 台は A ブロックのブロックベスト8、 A ブロックのブロックベスト8、遠藤 VS 荻原。知りたいジョニーが勝利。それでは勢兄弟で先ほど呼び出しました、トコイノさんと役神さん、トコイノさんと役神さん、勢兄弟でやりますんで、勢兄弟でお願いします。はい、イノ、あれごめんごめん、嘘嘘、はいはい、ごめん、ちょっとわからんかった。中村くんが勝ちでよかった、中村勝ち、はい、中村が勝ちですね、ありがとうございます。それでは先ほど呼びました、熊さんと拓也さんは C、 熊さんと拓也さんは C 代でやります。熊さんと拓也さんは C 代でやります。お待たせしました、1回戦最後の試合、チャップさんとトゥーリオさん、チャップさんとトゥーリオさん、この空いてる B、 空いてる B でやります。チャップさんとトゥーリオさん、空いてる B 兄弟でやりますので、そのまま試合を始めてください、よろしくお願いします。チャップでよかったよね、チャップさん、トゥーリオでやります。はい、ヘメンさんとハメンチュさん、ヘメンさんとハメンチュさん、はい、いますか。ワンピース3決めておいてもらえますか。じゃんけんして、ワンピース3決めておいてもらえますか。ブロック準決勝、ブロック準決勝から一大進行で行います。DD ステ、これだよ、 DD ステ、勝ったのは荻原、チップだね、スレイヤー、荻原スレイヤー。はい、じゃあヘメンさんとハメンチュさん、そのまま A でやります、そのまま A でやります、よろしくお願いします。ヘメンベノム、一体何者なんだ。はい、続いての呼び出し、続いての呼び出しを行います。ゆうたさんとみつるぎさん、ゆうたさんとみつるぎさんいますか。はーい、はい、ワンピースビー、ワンピースビー決めてください。じゃんけんして、ワンピースビーを決めてください。台が空いたら試合やりますんで、台が空いたら試合やりますんで、 1P が 2P が分かれてお待ちください。 1P が 2P が分かれてお待ちください。もう一個呼びますよ、チビタさんとサナギさん、チビタさんとサナギさん、はーい、いますか。チビタさんとサナギさん、はい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 、こちらこちらお越しください。チビタさん、サナギさん、すいません、こちらお越しください。はいはい、あいは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 い、おぎちゃん、おぎちゃん、ごめんね。ワンピース2ピを決めてこの辺でお待ちください。ワンピース2ピを決めてこの辺でお待ちください。はい、この辺で、一旦この辺でお待ちください、一旦この辺でお待ちください。ちなみにワンピーこっちで、2ピー向こうです。一旦この辺で、この辺でお待ちください。さて、勝ったのは役神、役神テスタメントが勝利、ありがとうございます。で、先ほど呼びました、ゆうたさんとみつるぎさんは勢兄弟で、ゆうたさん、みつるぎさん、勢兄弟での試合となります。勢兄弟で試合をお願いいたします。あ、A 違った、 A 兄弟勝ったのはヘメンベノム、ヘメンベノム一体何者なんだ。じゃあチビタさんとサナギさんはちょうど A 台空きましたので、 A 台でやります、 A 台でやります、よろしくお願いします。呼び出し、呼び出しあります。
こかな。あ、難しいな。 JT さんとジマさん、 JT さんとジマさん、はーい、はーい、こちら一旦お越しください。 JT さん、ジマさん、すいません、こちら一旦お越しください。 1P2P 1P2P 見てもらえますか。じゃあ、空いた台でありますので、 1P が 2P が分かれてお待ちください。そして、敗北を知りたいさんと中村さん、はーい、敗北を知りたいさんと中村さん、一旦こちらお越しください。一旦こちらお越しください。B 兄弟方がトゥールよ。敗北を知りたいさんいますか。敗北を知りたいさん、JT さんとジマさんは D 台そこでやります。 B 台でお願いいたします。メガネの忘れ物がありました。台にメガネの忘れ物がありました。あ、中村さんと敗北知りたい。 1P2P 決めてこちらでお待ちください。 1P2P 決めてこちらでお待ちください。メガネの忘れ物がありました。 B 台 1P メガネの忘れ物がありました。取りに来てください。取りに来ないと僕が舐めます。カズキが舐めます。あ、取れたい。さて C 台決まりましたね。勝ったのはファウスト拓也さんが勝利。ありがとうございます。拓也さんのファウストが勝利。はい、そしてそれでは空いた台で先ほど呼び出しました敗北を知りたいさん、ちゃうそうじゃない、はい、そうですね、敗北を知りたいさんと中村さん、空いた C 台でお願いします。例題勝ったのはアクセルスカイの三つ麦さん、アクセルスカイの三つ麦さんが勝利。さて A 台はジャムチビタさんが勝ち。A 台はジャムのチビタさんが勝ちですね。これやってもらってるし、それでは A 台でこちらを A 台でやらせてもらいます。タクヤさんとトゥリオさん、タクヤさんとトゥリオさんを A 台でやりますので 1P2P 決めて A 台でお願いします。そして D 台でコマさんと薬神さん、コマさんと薬神さん、はい、はい、薬神遠征なんで顔がわからないと思うんですよ。 1P2P 決めて向こう D 台で試合をお願いします。さて、この試合をもちましてブロックのベスト4準決勝まで出揃います。 B 台決まってますね。勝ったのはデモブラゼージマテスタメント、ジマテスタメントが勝利。あ、はい、コマさんと薬神さんは一番向こうのデー台で、一番向こうのデー台での試合となります。デモブラゼージマが勝利、デモブラゼージマが勝利、デモブラゼージマが勝利。にっこり。さて、ブロック準決勝を決める最後の試合が始まっております。 A 代トゥーリオ VS タクヤ。ブロック準決勝からの6試合は A 代1大進行、ブロック準決勝からの6試合は A 代の1大進行で行います。ブロック準決勝に残っているプレイヤーの皆様はこちら A 代をお越しください。新兄弟決まっている。勝ったのは中村ミリア。はい、それでは空いてる台は設定戻しますので、空いてる台は設定を戻しますので、スタッフの方が来られるまで開けておいてあげてください。よろしくお願いします。空いてる台は設定戻します。さて、お互いの対応力が問われるミノ VS ファウストというこのカードだが、おお、動かない。キーファーストが当たって、ASからクレが残る。おお、なんだ今のは。めくり音階、例題決まっている。勝ったのはクリフ・アンダーソン。例題はクリフ・アンダーソンということで、コバクリフが勝利。右上
で最後の試合となっている第2ラウンド、トゥーリオ VS エタクヤ。現在狂言から足払いケミカルで締めて、起きる目は見えません。中段からバースト読み失敗。金バースト、ちくわを取った、ピカピカや。ケミカル何を取って今背負い投げ溺れが通る。タコヤマさん何が何が出るかな。うわー美味しそうで、最後にチョコボール振ってくれ。中段当たる、立ち一歩ジェリーで締めて、ピバサ投げ、タコは表からケミからの狂言タッチピーから切れちゃった。ドット落ちてきた、落ちてきた、相打ち死ななきゃ安い。ベッタここでガード、なんだってジャンプ、あいつは振ってきて、振ってきた、中段振ってきて、うまい。ピヨンと前方一時第3ラウンド、今回はスラバツテクニックを見せる。ドイブ一旦回避したい、レスが長い、着地したい。これどうだろう、ケミカル暴れ、なんということだ。ラストガード中段通してキーパーソア上からいきますよ。これはガード、誰かと違う、宇宙ガード、ドリルガード、ドリルで攻める、どうしようこれ。77時が出るから抜けてくれ、だらいー、なんという落ち。現在から片目にいった、ジャンプアイスラン勝ち合っている。まだまだ試合が中盤、どのような噛み合いが起こる。最終戦ベスト8、最終戦暗い逃げを許さない、ダメージを取れ。これが現状のギリティギア、細かいダメージが大事。おいおいおいから狂言通している、 SI 狂言、チビロボが邪魔だ、噛み合った、体力ほぼ5分。今回スラバー暗い逃げ、ドリルカウンター、ワンコンボバスレゴフォードット戦イエス通して蹴り出る、勝ったのトゥーリオ。では行きましょう、準決勝ブロック準決勝第1試合、チビタ VS 中村、お越しください。すいません、僕中村ミリア君は、中村君のミリアはよく知ってるんですが、チビタさんのことはあまりよく知らないんですが、どちらでプレーされてるプレイヤーでございますか。関東、関東ですね、ありがとうございます。では 1B2B 決めたら A 代、 A 代でお願いいたします。ここから一大進行で見ていきましょう。アークレボリューションカップ最終予選、ギルティギアインデックスアクセントコアプラスリローネット部門、ブロック準決勝残り2勝で本戦、もう見えるところまで来たんじゃないだろうか。1戦目は中村ミリア VS チビタ、バイバイブラック中村 VS 深淵の主マスターオブアビスチビタ。こういうところで中二ワードが出てくる俺ってどうなんでしょうね。お互いキャラのランクレートには名を連ねるランカーだが、準決勝ブロック準決勝第1試合、中村 VS シビタミリアジャム、開幕はタッチピー、テーダーを落とすこの髪の毛、ロッケイからタンデムコーン、バースト成功、ジェリーぶっ込んでいく、2つ溜めた、この欲張りプレー、プレッシャーがかかる。 JPK からゲランガード、だがここは離れた、だが S サイレントホース噛み合わせていく、バースト行こう、第6名激凛カウンター、なんということだ、どうしめ食べて、ウィンガーリバサ成功、中村サイレントから足払い暴れ、迷わず第1ラウンドチビタジャム、ダイヤード仕込んである、落ち着いて取ってクテグ取り切れない、ジェリー置いてあったが休めか、特権から画面足までこれが半分、足払いカウンター6回からパエトラダウン取った、こっからミリア中段ガード暴れつぶしからさすがに届かない、ロケどう出る、全然ロケ通している、ここ一番噛み合わせていく、中段バースト読みからバトム、これはコンボになる、
また失敗。あいつから踊った妖艶中断。足まで締めて微妙なこのところ。お互い残せ。どうする？ロッケゼリーガード、キャップガード、足までカウンターから妖艶ダブル中中。まずはチビタジャメブロッケーション進出。2戦目荻原バーサスヘブン。ワンピース美を決めてください。伝統の一戦ともいえるこのミリアジャム、まずはジャム。配信を見てる皆様にはあれなんですが、現状のギルティギアのやり込んでいるプレイヤーたちにはそういう置き攻めからコンボでダイナメージといった局面ほとんど見られません。細かい立ち回りでダメージを積み重ねる、そんな姿を見ていただきたい。今日明日2戦目荻原バーサスヘブン。ジャンプにボールを使った立ち回りから空間を制圧していくメロエン。ここはマット透かし投げ、 SID からダウンを取る、取れない、ごめんなさい。バースト成功だが体力リードヘベン。目の前は一体何者なんだ。中段ガードかな、中段ガード、ルービスカーブ、中段ガード、と空中出しか出ない。だがぬるく固めていく、もう一度ゼロストから投げが通る、リスカ。最後は JD 上を逃せない。第1ラウンドヘベンベノム。第2ラウンド、ここから、はい、オッケーだ。どう追いかけない JS、 ダウン取ってロケ、中段ガード、 ES 微妙なフレーム潰していった。バーストは青、ピッパ通らず。JK 早め、 JK 対空潰し。だがここはうまくいかなかったな、負けたな荻原。 A ナイス、押し込んでいく。 ES から脱出したが対空失敗、ロックの攻撃に。 ES でクロスからのワンコンボ、起きてみよう、投げ暴れ強気クロス読んでいた。前歩き投げが通る、これで1ラウンド目と同じような局面だが、ユミス外球2から奥攻め、デッドワークガードキャンセル、ロッケうまくかわした、噛み合わせていく。11第3ラウンド、なんとカウンターロッケ、足払いでダウン、中段ガード。頼れるべきはやはり簡単な中段になるのか、大会のプレッシャー。奥攻めはまた透かし投げだ、たまらずバースト。ギャライエスは通っていたが、ミラン奥攻め、スラッシュバックやり込みを見せる。入れ替わって体力はゴム、もう一度入れ替わる、入れ替わる、橋場やとお互いのポジショニング、届かない。ジェリーカウンター、これはどこから見た。勝ったのはベノム、ヘベンベノム。準決勝 B ブロック1試合目、三剣アクセル VS ジマテストメント。ワンピース B を決めてください。あれ、はいはいはい、三剣さんといったらあのなんかザッパ使う人が有名な関東ですが、アクセルスカイにも三剣さんはいらっしゃいました。そしてテスタメント、ジマ。なんかジマさんのテスタメントはランクに表示されてたような、されてなかったような気がするんですが、デモブラ勢ジマ、デモブラ勢ジマ、デモブラ、やめとこうか。そしてミツルギアットマークアクセル、ビーププラプラバーサスビー、ヤッキーなら弱い方のミツルギだぞ、この自虐ネタである。B ブロックですね、準決勝第1試合、三剣 VS ジマ、アクセル VS テスタメント。今作のテスタメントはゼーネスト、ヒトミ、イグゼビースが各種設置技、この三位一体の設置が相手を襲う、そのようなキャラになっている。ファントムソウル FB 強制マーキングからヒトミヒット、おっと確
ラスが邪魔をするパターン。だがカラスがいい仕事をしているのかしてないのか、めんどくさい。了解、何もしない。カニアから中段が通る。前から後ろからデッドアングル、デッドアングル、惜しい、セーフ。フェイントだー。アクボンバー高さが合わない。2杯カウンター、社外からロガイ通った、ギミ間に合ってフェイントから果敢に攻める。アクセル打ったらこれだー。起きてみよう。ゼイナから中段が通る。あーっと、あるあるすぎるが大会のプレッシャー。第1ラウンド自慢テスト、第2ラウンド出し投げたらリングで置いて安全にいった。バント失敗、ショックだったがセーブ。ロガイスタバ失敗、冷静に相打ち取って置き止め、固めてロガイアガード、ハイジャンプの脱出、アクセル性を知っている。しかしいろいろあった。逃げ通る、リグネビースト、アクセルボンバーからキーパーが当たる。ライトベア設置して、どっから来る、ここだ。これが今のテスタメント。勝ったのはジバテスター。この同時攻撃がプラスリローデッドテスタメント。いきましょう、4戦目、コマ VS トゥーブリオ。ワンピースで手を振ってください。これですね、本作テスタメントは大幅なキャラクターのリファインが行われておりまして、あのようなイグゼビースト、ナイトメアサーキュラーによる多段攻撃が可能になっています。それに全国のテスタメント使いは最初は苦しんだんですが、やっとここに来てプレイヤーの努力がキャラに追いついてきたかという、そんな印象がありますね。では4戦目、準備でき次第スタートボタンを押してください。同じくです、全国を席巻したおじいちゃんクリフ・アンダーソン。対してこちらも大きくキャラクターの自力が上がった、 ACPR にあってキャラクターの自力が上がったイノ、トゥリオ VS コマ。今作のイノの最大の強化点は空中ダッシュが2回できる。空中ダッシュが2回できるということは崩しの回数が1回増えます。そしてクリフ・アンダーソン、このリーチ、このパワー。準決勝第2試合、トゥーニオ VS コマ。まずはいきなりスタートボタン、バカも置いて、だがさばいた。地獄ツッコミに対してのケアも万全。キンバからの下段ガード、なぜ下段ガードかって中段があるんです。 JS から確認する、下段ガード、画面足さばけるか、さばいていく。ここは確定のバスト、JS カウンターからの方向を死守、そして J ハイ、ここはカウンターガーキャン使っていく。 JS ラクステ、うまく逃げるコマ、固めて中段ガード、慌てません。リードはトゥーリオだが攻めてきた。ジャンパイスラーの受け身の時間を使ったこのコンボ、マクセ中下段があるんでガードしたくない。コウツケダウン。第1ラウンドはお互いのさばき、トゥーリオイノが先生。さて第2ラウンド、お互いがお互いの狙いをうまく外していった第1ラウンドだが、バックステキャラ隊ができている。だが JK からこれがつながるということは、バックステ触られたくない。データ SI からゲダンタク、少し休め、しかしここでリフレックスロア、イエス届かない。だがエツ・シャガハイ、いちいち難なく取り返したコマ、またぎはガード、これ2回目投げ抜け、直下で OK でしょう。こう打つからの OK 目は中中ガード、緩みません。しゃがみくらい、バカも挑発を受けてみは逃げたが投げが、おっとバカが当たった、獅子にバースト、まだ体力半分あるところ、リードはコマ、バカモン邪魔すぎる、うまく避ける。トゲアガード、リフレックスからアイスラ方向で飛ばして、ゲダイが通る、つらい、下がいぜ、方向は残って、
オコアオから上に登る。どうする？バタギが当たる。パワープレイ。勝ったのはコバクリフ。最後は最後は前へ前へ出てきたこのおじいちゃん。いきましょう、ブロック決勝。勝てば本戦進出。チビタ VS ヘブン、 1P、2P を決めてください。全国本戦への最終予選ということで、プレイヤーの顔にも緊張がありありと見える。それはプレイヤー内容にも現れるわけで、準備でき次第スタートボタンを押してください。この緊張極限状態の中でどれだけのプレーが求められ、どれだけのことがこなせるのかというのも大会の醍醐味でしょう。今までやってきたことがちゃんとできるやつが勝つ、そんなイメージがある本戦決定戦。やり込みを見せてほしいところ。アークレボリューションカップ最終予選、ギリティカインデックスアクセントがプラス2リローディング。本戦決定戦その1、チビタ VS ヘブン。まずは置き攻め取ったのはヘブン。ここはホチク金馬漏れても OK。 3つ食べたところ堅牢ガードだが、さばいているヘブンと当たってしまう。ホチクガードから JKS ぬるく通す。おっとループ失敗、激励で入れ替えて体育ずらしがバックステップ。あ、ワンチャンスあるか。やっほー、そこまでダメージは取れないが、起きてめラストがゴール。これはやはりビヨッタ逆転。第一ラウンドチビタジャブ、ダストアタック。やはり大会で今ダストアタック、激凛ちょっと届かない。 JKD からこれはガードが間に合うと落ちない。スティンガーからバックステイ、今度はキンバ、こっちキンバちゃんと合わせていった。ギャップで飛ばしてカウント、ダスト呼んだ。激凛落ち着け取る。ビヨッタフィニッシュ。勝ったのはチビタジャブ。まず本戦進出はジャブチビタ、おめでとうございます。マスターオブアビスチビタが本戦進出、おめでとうございます。ではさらに続きまして2戦目いきましょう。ジマ VS コマ、お越しください。 1P、2P を決めてください。バージョン 1.1 の調整でクリフ・アンダーソン多少性能にメスが入りまして若干の弱体化したらしいんですが、それでもこのクリフというキャラやはりリーチが長い、パワーがある。今でも前年1000級のキャラ、対してテスタメント、ポテンシャルは高いと言われながら、ここ半年だいぶ私服を続けていたテスタメント使い、ここで本領発揮できるか。本戦決定戦2戦目、コマ VS ジマ。まずは前に出てくるこのジャンプ系が中断、ただキンバーストファントムソウル投げてマーキング確定。イグゼビースト置きながら自分のペースを掴みにかかるジマ。イグゼが当たってしまうがコンボにいけない。またぎはゼネスト、ゼネストうまく置いてある。 FE ファントム、マーキングが当たらない。おじいちゃん小さい、どういうこと。中段ガード、エナーガード、もう一度重ねて、これはバーストで抜ける、バーストで抜ける。ガードバランス、ここで白ゾーンから回復。ゼネスト瞳を当たる。マーキングもついてテスタメントが立ち回り、盤石の体勢だが中段から、これが中段からのフォーレント取れないが、シッシで頭蓋で落として
バカモンを置いての置き止めゲナンガード、ベータアングルで切り返す、ここ確定から投げて出ない、が漏れた、ニングで合わせない、ベータアングルボレット逃げてうまく頭蓋、だからバーソーが通る、エクミファントム頭蓋で逃げる、瞳生きてる生きてる、カラス寄ってきた、カラスが飛んでくる、カラス仕事しない、が最後はカラス、ナイスカラスさん、第1ラウンドテスタメント自慢、第2ラウンド CC、 だがキングソーバルからグレムリガー、これが当たる、グレムリガーじゃねえや、ランズ CC でぶっ込んでくる、スガイはガード確定失敗、離れながら罠を置きまくって立ち回っている自慢テスター、ロケからリグで青が出ない、相打ちロケ6回赤からもう1回ロッピー潰しただけだ、体力リーダー自慢テスター、しかしここで置き攻めがある、バカモンフェイネストは邪魔をした、クレムリがリグで置いてロッピーのみ、スタブル下がる、今書き込みが当たる、勝ったのはテスタメント、本戦一人目のテスタメントが進出、自慢テスタメント、おめでとうございます。テスタメントはこれが本戦一人目、唯一のテスタメントとなりました、自慢テスタメント、おめでとうございます。それでは本戦進出と決めましたちびたさん、じまさんは各種書類撮影、書類がありますのでこちら受付までお越しください。ちびたさん、じまさん、おめでとうございます。こちら受付までお願いいたします。はい、ちびたさん、じまさん、ちびたさん、じまさん、お越しください。おめでとうございます、おめでとうございます。いやー、ちびたジャムのパワープレート、じまテスタメントの焦らない動き、本当に見ててよかったです。特にジマテスタメントは本戦進出テスタメント1人目ということで期待持ちたい、期待できますね。なおこれから両者が当日予選 A、 当日予選 B、 どちらかに入る抽選を行います。当日予選 A は壁際の DC、 当日予選 B は FAB、 うわーってなりますけどね、FAB さんとしてはジャム入ってくんな、ジャム入ってくんな、ジャム入ってくんなってなってるんでしょうけど、はい、まあ、その運命の抽選があります。